毎度、徹子です。韓国農家が日本のシャインマスカットを利用して荒稼ぎをしています。中国やベトナムではブドウ輸出額が過去最高を更新するなど、韓国で生産した日本のシャインマスカットが人気を博しています。しかし日本にお金を払うつもりはないみたいです。ニュースの詳細、韓国で生産された日本品種のブドウが中国で大人気を博している。これを受け、昨年のブドウ輸出額は史上最高値を記録したのに続き、今年も記録を更新する見通しだ。農林畜産食品部は、韓国のブドウの高い品質とともに保存技術を導入したことが、このような成果の理由になっていると説明した。農食品部によると、今年1から4月の輸出額は722万7千ドルだった。昨年同期の483万5千ドルから 49.5% 増加した。4ヶ月間の輸出量は、昨年の314トンから482トンに増えた。このような傾向を勘案すれば、今年のブドウ輸出額と輸出物量は、歴代最高値を記録した昨年を超えるという見通しが出ている。昨年、ブドウの輸出額は、2019年比 34.7% 増の3100万ドル、輸出物量は1972トンだった。2016年の500万ドルから6倍以上増加した。韓国産ブドウの輸出をリードしているのは、日本で開発したブドウ品種のシャインマスカットだ。全体輸出量の約 88.7% がシャインマスカット品種であると集計された。シャインマスカットは、日本で育成した品種だ。秋津21号と白南品種を人工交配して作った青ブドウの一種だ。皮が薄く甘みが強いのが特徴だ。マンゴーの香りがするブドウとして知られ、国内で大人気を博し始めた。日本で開発された品種なので、シャインマスカットを栽培すればロイヤリティを日本に払わなければならないという噂が出回ったが、実はそうではない。2006年品種登録は完了したが、財産権登録はしなかったからだ。日本では品種登録後6年が経過するまでに財産権の登録をしなければロイヤリティを受け取ることができないとのことです。あかん。韓国は自分たちが日本から種苗を盗んで違法に栽培販売しているということを自覚してるみたいですね。ここまで開き直って違法栽培をされるととても悔しいです。昨年12月に改正種苗法が成立して状況は改善していますが、根本的な問題の解決には海外での品種登録を行うことが重要です。ブドウのシャインマスカットは、国の研究機関が33年の歳月をかけて開発した日本が誇るブランドです。しかし無断で栽培された中国産や韓国産のシャインマスカットがタイや香港に輸出され、日本のシャインマスカットの脅威になっています。こうした品種の流出はイチゴやサクランボなど他の果物でも起こっています。シャインマスカットの苗木はホームセンターなどで手に入れることができるんだけど、以前の種苗法ではこうした正規のルートで買った苗木を海外に持ち出すことに対する規制がなかったんです。流出した種苗を使って韓国で産地が出来上がり、今では日本の農家の競合になっています。実際韓国産シャインマスカットはベトナムや中国で人気を博していて、昨年はベトナムに814万8千ドル、中国に767万1千ドルを輸出しています。両国向けの輸出量は前年比 37% 増加しています。中国では韓国産シャインマスカットがプレミアムブランドとして認識されているみたいです。早くからちゃんとルールを作って海外流出を防いでいれば、存在しなかったはずの韓国産シャインマスカットが競合になるって最悪です。韓国産のブドウが出回れば、日本から輸出したものが売れなくなってしまいます。ほんで、韓国の農食品部はブドウの輸出が増えた理由として、品質向上や保存方法の改善を取り上げて自慢しています。農食品部とブドウ輸出統合組織韓国ブドウ輸出連合が光合成を支援する栄養剤を普及支援し、品質向上教育を拡大したことが功を奏した。収穫後すぐに冷蔵処理し、保存方法を改善する低温流通体系構築モデル事業の推進も輸出拡大の主な要因だという。
農食品部によると、モデル事業を推進した結果、従来3ヶ月に過ぎなかった保存期間が5ヶ月まで伸びた。このため輸出期間が11から1月だったのが3月まで延長され、輸出単価が高くなった。なんかつらつらと自慢話をしているのですが、無農輸出の大半は日本品種のシャインマスカットです。半日不買を叫びながら日本品種で商売するというのはどういう条件なのでしょうか。日本が売るものはノージャパンの対象だけど、日本から盗んできたものはノージャパンの対象ではないということなのかな。こちらが韓国の反応です。日本が原産なのに反日する人たちもよく食べている。食べるものにも政治を突きつけるのか。あんなに韓国に悪いことをしたのに、今でも韓国を発展させてあげたのに恩知らずだとか言っている。書店ごとに玄関書籍コーナーがあって、それがベストセラーになる日本を好きになる理由がよくわからない。こんなに愛しても日本人は韓国人が嫌いです。日本が原産でも育てたのは韓国です。何か問題でもあるのですか。少しは良心を持ちましょう。ロイヤリティを払わなくても日本品種のものは変わらない。最近キムチも中国が自分たちのものだとに大騒ぎになったが、日本品種で韓国産とか情けない。シャインマスカットも韓国で栽培すれば韓国産となる。その目が日本というだけです。何か勘違いしてるみたい。韓国産という概念といわゆる元祖の概念を勘違いしている人がいる。例えば中国産キムチというのは中国で生産されたキムチであって、キムチの創始国が中国だという意味ではないです。牛肉でも和牛という品種が輸出されてオーストラリアでも飼育されていて、日本産の和牛とオーストラリア産の和牛がありますが、オーストラリア産の和牛が元祖というわけではないですよね。我々が食べる米の大部分も日本が開発した品種だ。結論は韓国がチンピラみたいなことをしたってことだ。韓国産が活躍して日本は悔しがっているだろう。これは日本の戦略です。最初は自分たちの品種を持ってきて広まって人気が出るまで手を出さない。その後栽培して人気が出ればロイヤリティを要求する。植えて育てた木々を全て抜き取ることはできないため高いロイヤリティ契約ができる。日本産だなんて美味しくても不買です。以上が国民の反応です。農業に限らず漁業は日本の EEZ 内に勝手に侵入して密漁しているし、半導体や自動車など全ての産業がパクリで成り立っているのが韓国です。パクリの対価2カ国に対して性善説の日本はやられ放題です。政府はもっと技術の流出に目を光らせてほしいです。最後まで見てくれてありがとうございます。